はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はサナちゃんを使ってみましょうということで、高校はバンプ高校でやっていきます。で、サナちゃん出てからね、もうちょいちょい経ってるんで、皆さんお借りしたりして、サナちゃんの方を使っているとは思うんですけれども、自分は SR のサナちゃん使うの初めてになります。で、デッキは、こういう編成になって、ルナちゃんとのねコンボがあるので、今回は、ルナちゃんとサナちゃん2人入れて、まあ、一応二股になるのかな、その編成でやっていきます。で、サナちゃん自体は、投手メンタルですね。で、テーブルの方が、まあ、メンタルキャラなんでメンタル回復量とかついて、あとは選手兼彼女キャラになりますので、イベントボーナスとか体力回復量アップがつく、まあ、テーブルになってます。で、コツの方が、打たれ強さと低めの2種類ですね、まあ、コツが少ないのはいいんですけれども、サナちゃん金徳がね、左キラーになりまして、一応左キラーを掴むときに骸骨対左を1で掴めるみたいなんですけれども、まあ、それでもやっぱり左キラーは重いと思いますので、まあ、サナちゃんね、今のところあんまりいい評判は聞かないですね、という感じで、じゃあこれでとりあえずやっていきましょう。まずコツが来ているので、ルナちゃんいいですね。ルナちゃんとサナちゃん両方上げられるか。だから、まあ、前回のガチャでね、ルナちゃんが当たったっていうことが俺の中ではかなりいいかな。だからルナちゃんが当たらないでサナちゃんが当たるっていう形になると、もしかしたらちょっと微妙だったかもしれなかったんですけど。で、ルナちゃんはねやっぱり強いですね本当に。ここから、まあ、バンプの吸血システムが始まってはいくんですけど、まずはそうだね、まあ、評価を上げていきましょう。これはサナちゃんも星3つで告白来るのかな。サナちゃんの自己紹介と、サナちゃんって確かそうだよね、なんかメイクとかしてあんまり練習しない人なんだよねそんなんでいいの、監督とかさ何してんだろうね本当に。まあ、ここはミサちゃんがあれか仕切ってるから、バンプに関してはミサちゃんの許可があれば大丈夫なのか。いない、とにかくいない。 1% か、誰あげよっか。まあ、とりあえず立川あげておきますか。で、立川がね怪物キウイで、野五郎くんが、まあ、怪盗か怪物キウイで、できれば怪物キウイを取っていきたいんですけど、まあ、一応立川が先に進んで怪物キウイ失敗したら、野五郎くんは怪物キウイを取っていきますか。怪盗もね重いんでね、やっぱりここは体力がないんでメンタルで評価を上げつつ回復していきましょう。で、今アプリの方でね、読書家ですということで、これは選択肢がありますね。で、上だと、まあ、体力が回復して、下だと経験点が入るんですけど、最終的になんていうの、精神ポイントもなんかマイナス20されるみたいなんで、ちょっとこれは今回上でいきましょう。経験点自体はくれないのか、そうかそうか、本当に体力回復用って感じですね。ルナちゃんが乗りましたね。まあ、2人いるんで、あれまだ大丈夫だよね。で、アプリの方で、そうバンプの強化が来てて結構面白いですね。走りましたね立川が。立川はね本当に成功しないからね。まあ、一応今回立川と葵ちゃんのコンボもありますということで、どうしようかな。まあ、メンタルにコツがあるんで、メンタルコツは美味しいですからね。強化か、ちょっとこれ強化もう1回打っちゃっていいかな。よし、ジャイロボールと言っても今回ハイスピンジャイロ持ちは連れてきてないんで、極限吸血か、1回練習できそうな量だけど、まあ強化で普通にポイントを取っていきましょう。守備とかもね、まあ、欲しいといえば欲しいんだけど、6780、まあ、ここですね。あ、待って待って待って、違うな。ここか、いろいろ経験点を取っていこう。で、次にブラッド吸血的なものが、うおー、めっちゃ
めっちゃ早い。こんなの絶対無理でしょう。デフォルトの確率とか知りたいよな。まあルナちゃんが先に告白来ましたね。そうか、せっかくだからサナちゃんとクリスマスを過ごしたいね。サナちゃんの評価ちょっと上げていくか。仕方なく彼女になってくれた。そういう表記だったっけ。どうしようかな。本当はいや、やっぱりここやりたいね。サナちゃん評価を上げていきたいけど、でサナちゃんって意外に助っ人に設定してる人少ないんですよね。まあそれがやっぱり評価が低いっていう感じになっちゃうのかな。でこのまま評価上げをしていきましょう。まあ葵ちゃんの評価も全然ないんで、サナちゃん評価を上げつつ、サナちゃんの告白、おお、ノゴロクも進んでいくね。これどっちが先にあれだよっていう感じだけどさ、どうしようこれ。もういいか、金徳かぶってもいいか。9位にしよう。よし、重い玉。重い玉はね割と掴みやすいんで、ちょっとサナちゃん評価を優先して上げていきます。今回はね、まあ本当に強い選手を作るっていうよりはサナちゃんのイベントとかを見ていきましょう。みずきちゃんの回復、やっぱね投手がね結構不足してる感じがするんですよね、自分のデッキの中では。ルナちゃんも5つ、サナちゃんも5つか、まあ、評価に差はつかないですね。これは魅了で極限吸血になっちゃうかな。そしたらサナちゃん魅了してもいいかもね。お疲れと、ああそうか、クイックが手に入るとはいえ敏捷ポイントが稼げないか。じゃあ吸血しよう。ここはサナちゃんがいいね。いるいる、サナちゃんをちょっと評価最大にしておこう。6ターン、クリスマスにはギリギリ間に合わないか。病院へ行ってもらいましょう。これ本当病院に行ってんの？あ、うんって言ってるね。で、のごろくん、これはイベントは切っちゃいますか。身長通りとかピッチャーでついてもね別にっていう感じなんだけどね。どうしようかな。まあ、一応守備で1回敏捷ポイントを稼いでおきますか。だからねルナちゃんはね本当強化太平楽とか相性いいと思うんですよね。割とね敏捷ポイントを稼げるんで強化太平楽は。ルナちゃんコツが来てるね。コツが来てるのは嬉しいけど、ちょっとジャイロボールは3でいけるかな。重い球もいっか、掴んじゃおう。でジャイロも掴みましょう。でルナちゃんとみずきちゃんがまだか。まあまだ11月だからねそれはしょうがないとして、根性骨だからルナちゃんね、まあ、ほんとなんかサナちゃん使っててあんまりサナちゃんの話してないけど、あーメンタル、レベル1でこれか。まあ選手兼彼女キャラだからしょうがないっちゃしょうがないんだけど、根性骨もルナちゃん持ってるんで、やっぱ本当に強化太平楽に相性はいいですよね。あとはサナちゃんの使用感どうなんだろうな。のごろくんもまだ乗ってないんで、ここは筋力ポイントが全然足りてないな。まあ、ただねルナちゃんはねデートでね1回しか回復しないんで、そこがちょっと辛いかな。強化太平楽はデートした時にねなるべく回復してもらいたいんで、根性も掴んじゃいましょう。
で、あとは牽制だっけ、なんだっけ、打球反応だっけ、なんか敏捷系のコツが1個あるよね。打球反応か。打球反応ってどれくらいもらえるんだ。これはどうしようかな。評価下がってもいいよね。北風にしよう。まあ、評価5くらいだから全然経験点を取っていった方がいいでしょう。ブラッドするか。サナちゃんブラッドしとく。もう互角は間に合わないと思うんだけどな。一応ブラッドしておこう。おお、来たか。ちょっと話がある。恥ずかしくて言いづらい。ちょっと待って待って待って。 この雰囲気はもしかして告白、付き合ってほしくてそんな簡単に告白されちゃっていいの。コスメの激アクセールお金を借りたいから買い物に付き合ってほしい。うわー、完全にこいつカモにされてんな。 ATM 君っていう名前にすればよかったかな。デートならいいよ。そういう流れなの。デートだったら付き合うけどね。本当に付き合ってくれるの。食事に行ったり遊びに行ったり。友達感覚。まあ確かにな。誘っていいなら誘っちゃおうこの2人完全にさ、彼女ハテナだよね。変化と精神か。ただ極限吸血した甲斐があって、これ多分あれだよね、サナちゃんと過ごせるよね。まあこれは野球マン2号でいきましょう。ポイントがどれくらいか、ちょっとオートは切りましょう。一回対強打者か。まあ悪くはない。クロスファイヤーがねちょっと安定してほしいんだよね。買い物してから来る。こんばんは。てかさ、主人公ってさ、何いつも一人で住んでんのこれ。クリスマスケーキ、生クリームとチョコ。生クリームとチョコだったら俺生クリームだな。ビッシュドノエル、なんかクリスマスケーキね全部買ってきた。サナちゃんのおごりでいいのか。俺は金出さないぞ。資金とかはない。今はねもうね甘いものだけでは食えないからな。あ、体力最大値上がるんだ。で体力は27、ポイントは18ずつか。のごろくんの休息かコツか。敏捷7だと絶対取れないよね。15も使うんだ。どうするこれ。のごろくん、いやコツはコツでな、やっぱり美味しいけどな。まあ、のごろくんは確か得意練習率アップついてたよね。まあ、それなりに出てきてくれると信じて。マリンボールか。進み出したね。でお正月になるんでちょっとオートは切ります。明けおめことよろ。ちょっとあれだな騎馬妹っぽいな。そういうノリか。まあ野球でいきましょう。もちろんでルナちゃんはここでねすんげえポイントが入るんだけど、普通かな。まあ普通だね。あとは精神に寄ってるね。小吉、あーまあまあちょいちょい入る感じか。でじゃあデートしましょう。でサナちゃんは基本的には毎回回復するはず。で空デートはあんのかな。遊ぶならやっぱりゲーセン。楽しそうなゲーム。メダルゲームがお得。まあ2人でやるんだったらメダルゲームでもいいけどね。カップルだと多めにメダルを貸し出してくれる。いいこと。まあこうやってね、そうそうそう、距離を縮めていくんすよ。刺激になってるね。刺激になってるからなるべく刺激のまんまで行きたいんだけどな。どうしようかな。ちょっとルナちゃんとのデートを重ねていくか。他の人の評価ってどうなってるんだ。タッグが組めないとね意味ないからね。間違えた。チームメイト評価と
ルナちゃん OK、 立川 OK、 葵ちゃんがまだ乗ってないのか。葵ちゃんを乗せないと意味ないからね。まあ、とりあえずじゃあサナちゃんと練習をしておきますか。ちょうど敏捷ポイントも手に入るんで。あ、そうか、あとバレンタインか、バレンタインも評価上げておかないとね。で結局は吸収になってしまったか。まあいっか、体力アップということで。まあもちろん86、ルナちゃんからスーカ、立川みずきちゃん、ナイトメールちゃんからスーカ、どうしようかな。ルナちゃんから吸っておくか。内藤さんから吸いたいね、鎧だけど。内藤さんから吸おうっと。吸収だとなんか言ってくるっけ。言ってこないか。デッキに入れてると言ってくるんだっけ。あ、一打席勝負、ほら行け。これ結構勝てるんだけど。逃げ玉か。ブラッドタックか。ブラッドタックもね悪くないんだよね。結局回復できるからね、練習して。まあ、ただ1月の4週クリスマスが近いからな。葵ちゃんの評価上げよう。これは、まあ、サナちゃんの評価も上げつつバレンタインを迎えましょう。2月の1週まあ、サナちゃんでも評価マックスか。あ、ルナちゃんも評価マックスか。てかこの3人さ、ここじゃないでしょ君たち。まあ、葵ちゃんはとりあえず乗ったから、監督許可上げとく。体力をね減らしておきましょう。これはどっちが来るんだろうな。まあ、これで体力を削ってくれるのもまあいいかな。ルナちゃんが来たか。まあ、それはしょうがない。コツ、みずきちゃんまだまだなんすか。まあ、みずきちゃんとかね初期評価低いからね本当に。まあ、わかる気がする。みずきちゃんの初期評価が高かったら逆に怖いもん。変化2人がいるけど、こっちか。ちょっとまたそこじゃない感だな。まあ、やっぱりねバンプはある程度あへった方がいいと思うんで、とりあえず3枚変化を入れてきましたというところですね。まあ、それが全然機能してないけど。コンボ、これは、あ、課題ね。結構前に出たやつ。同じ野球部員だけど私は提出済みよサナちゃんも提出済み。移せばすぐすぐ。無駄な時間を節約できた方がいい。これはどういう感じになるんだ。イザヨイさんの言う通りだ。でルナちゃんの評価が上がって筋力いっぱいプラス根性骨か。でサナちゃんは打たれ強さ。2人とも手伝ってよ。これあれか、彼女か彼女じゃないかで決まるんだ。両方彼女の場合、体力マイナス13、やる気マイナス1、タイピンコツ3。タイピンコツ3っていうのはいいんだけどな。経験点とか全く入んないね。で体力下がってやる気も下がるのか。どうする、なんとなく見てみたいよね。でも2人とも手伝ってよ。見捨てるのも忍びない。リアクションが違うんですけどってこれはあれか、彼女彼女じゃないでイベント内容が変わるんですね。タイピン掴みましたと。これでじゃあ4になったんで、タイピンは20丸まで掴んじゃいましょう。で今は未了なんでなるべく変えたいような。うおピンクだな。のごろくんもまだじゃないか。吸収か。体力を回復したところで吸収になってしまったか。あれ、これってなんか変わるかな。いやー、もうちょっと今から見るのめんどくさいな。内藤さんにしよう。
バンプはねここら辺で属性が変わったりするんで、吸収もういいや、吸収しちゃおう。48、86、うん、86でいきましょう。体力のね最大値が上がるんで、ちょっとな3タックで刺激をしておきたいけど、どうよ。 OK、 必要怪物球威は掴んだけど、これだったらコツかな。対強打者を取っておきましょう。打球反応は7まで下がるんだ。5まで掴めばあれだね、1回分で大丈夫。あ、ちょっと待ってあとは逃げ玉勝ち運、いや取っちゃおう。クロスファイヤーがなやっぱりどうしても欲しいんだよね。ポーカーフェイスがほんと邪魔なんですよね。クロスファイヤー、ポーカーフェイスか。あ、そうだそうだそうだ、マリンボールのために変化球をちょっと覚えておかなくては。うわー体力が持ってかれるみずきちゃんのねこの体力のね持ってき方がね本当にきつい。でアイテムは一応これを持ってきてるんですよ。ただ今使ったところでね練習できる体力量にはならないと思うんで、どうしようかな。カーブと3フォークでいこう。デート進めていきますか。デートが全然進んでないね。で2回目デートといえば遊園地。観覧車、他のと違うカゴ、カップルシート。おお積極的だね。確かに一人でさ観覧車乗るとか寂しすぎだろ。カフェにはカップル用の大盛りスイーツ、うんそうだね。あれ監督評価ってどうなってる。先発か。まあここはただコンピューターに任せちゃいましょう。で上げられるやつはちょいちょい上げていきますか。あ、スタミナ割とあるじゃん。コントロールは D にしておきますか。球速が。ちなみにさ、立川のさ怪物球威ってさ球速依存なの。その依存するかどうかっていうのは本当に分かんないよね。いきなり2点入れられてるし。3失点か全部で。調べてくれてる人たちはほんとすごいよね。多分140とかまで上げて10回やって150にして10回やって成功率が変わるかみたいな、多分そんな感じだよね。サムちゃんなんだっけ、あと打たれ強さと低め、打たれ強さと低め、何も掴んでないか。じゃあここは練習をして、あとちょっとデートかな。ただ今未了になってるからね。これはこれでいいかな。おお体力回復してくれる。デートがちょっと詰まってる気がするけど、二股はしょうがないよね。なんかやたらコントロールに集まるな。緩急ってもらったんだっけ、葵ちゃんの緩急。あ、もらってあるね。よし、ポーカーフェイスはな本当に。お、刺激だ。あとはちょっとデートで回復しつつ調節していこう。刺激した後にねやっぱり体力が残ってないと結局練習できないんで、2
人タッグが来たらもう固めちゃっていいかな。まあ最悪ね、ドリンクも飲んで打たれ強さ。あ、ここで掴めなく、うおー、極限吸血にはなってるか。いや、これはデートだったら大丈夫。デートだったらまだくたばらないはずだから。で、回復できるサナちゃんでいこう。あれ、これで3回目だよね。2人ならではの楽しさ、カップルならただでフルコースを食べられるとか、そんなあんの前菜もすごくおしゃれ。高校生なのにこんなところに来て大丈夫か。結婚式場なんだ。プランナーさんも大丈夫。それさ、結婚式をやるっていう約束のもとさ、ただになるんだよね絶対。新郎様と新婦様にゆっくりご案内しますね、ほらそういう設定で雰囲気を味わっていただく。ここら辺からなんだ。え、本当にただで食えたの。あ、ポイントは毎回ちょいちょいくれる感じか。ほらどうよ、ゲーつかみやがった珍しい。いや、これはもう無理だよ。変化球、葵ちゃんがいるね。吸血しておこう。せめてダブルタックになってくれ。これは体力は減らないはずだから、とりあえず最悪のあれは逃れられるはずだ。もう特に変わっちゃってもいいんで、やる気とかは上がらないか。あ、こっちにでもね、どうしようか。コツタスタックの方がでかいからな。ポーカーフェイスは掴んでおこう。まああれをさすがにね、コツレベル5にするっていうのはちょっともったいないんで。クロスファイヤーも取れてないし、結局練習かよー。体力体力、おお、これは寝れない。体力減るぞしかも不眠症になりやがった。1人か、メンタルやっとくか。いや、メンタルもな、練習での経験点がやっぱり多くはないね。これ体力減るんだよね、ほんとひどいよ。一応2タック来てるね。これはじゃあ飲みますか。あれ、デート間に合うか。これは割と後半の方ずっとデートになるな。マリンボール、いや、これはきついね。まあ一応やるんだけどさ、体力がそして多分ゼロになるねこれ。クククククククキレ、おお、不眠症しかも。やる気効果アップが乗るとまあまあだけどね。まあそこはさすがみずきちゃんって言ったとこだけど、言ったとこだけど、デートを進めていかないといけないんで、怪物級はもう取っちゃいましょう。そこするともうフォークとハーブの2種類を上げていくしかないね。デートを進めましょう。これで4回目。公園、まあまあよくあるパターンだね。おお、やっぱそう意識させるっていうのがね。この間の式場予約する大体さ、予約なんてさ
どんくらい先までできるの？10年後に結婚しますとか言ったらそれさすがに予約できないでしょう。ま、これはどんどん進めていきましょう。体力がなくなるけどしょうがない。で、今未了なんだよね。何もできないけどさ、九州か。せめて九州の方がいいかな。九州になるかって言われたら分かんないけど、一応九州にしておこう。なるね、九州に。で、不眠症を治せばいいんだ。それで九州して、よし、九州して不眠症を治そう。154。あ、これも154だね。ほら治ったぜ。超尻上がり、やった、チャレンジ達成一応でチャレンジも達成したいなと思いつつ、クロスファイヤー掴んでないんだよ本当に。さすがにね、クロスキャノンの直撮りはきつすぎるからな。で、もう6月の2週でしょ。これはマジでずっとデートしないと。ルナちゃんが乾燥しないな。特に何もないんで、もうひたすらデートだな。で、サナちゃんはこれで乾燥か。どこへ行くの？緊張してるのか？いいこと思いついた。なんでボールなんて持ってきたの？デートに。アホすぎでしょ。しかも素手でやるのか。パシッ、痛そうキュイーンって早くないか。ちょっと球のスピードが速い。剛速球、素手なんだぞ、取れるか。パーン。あ、これも成功かな。グラブを持ってくるよって。対左、まあ1ですね。で、左キラー3と。一応これだけだと、うわー、198か。それでも対左を取るのに結構かかるからね、やっぱり。ちょっと待ってね。対左キラー3でこれだけか。いや、これ1だとほんと厳しいね。まあ、せっかくなんで取りましょう。まあ、貴重なコツであることは、まあ、確かではあるよね。ワンタックか。まあ、ワンタックだったらやっぱりデートを進めていきましょう。まあ、ルナちゃんのね、デートはサクサクサクっとやっていきます。あ、タイピン1で手に入るんだった。そういえば勝てば。忘れてた。ちなみにルナちゃんとの勝負はね、いまだに1回も負けたことないですね。これだったらなあと4回でしょ。いや、ダブルタックとかの方がいいかな。ダブルタック、トリプルタックが来た時のために開けておこう。で、ここは本来ね、めっちゃ回復するデートなんですけど、唯一の。ちょっと体力は満タンなんで。二股はね、やっぱりね、ちょっとデートが詰まりますね。特に何もないから、ここもデートをしていきましょう。で、試合はもう本当にサクサクサクっとやりたいんで、打つだけにします。っていうかさ、変化3枚あるのにさ、全然変化球ポイント溜まってないんだけど。変化球上げてねえし。ほら、サヨイさんとかパワー D あるんだ。パワー D ってさ、その実際の体つきにしたらどれくらいのパワーがあるんだろう。オーケー。さて試合ですね。これをもう打って打って打ちまくりましょう。ピッチングの流れはお任せします。ちゃっかりチャンスでいきましょう。上げられるものは上げていきますか。フォークは4、
うわ、超尻上がりとか。あれ、超尻上がりってちなみにさ、絶対直撮りになる？超尻上がりを取らなきゃいけないんだっけ？いや、尻上がりは立川が持ってたな、確か。じゃあコントロールは C にしておこう。なんか、のごろうくんとかさ、なんかあんまり働いてないよね。通常のバンプだとちょっと厳しいのかな。お、内藤メイルちゃん。足 G ってやっぱりさ、鎧が重いってことなのかな。お、また内藤メイルちゃん。あれー、山内くん。点を取られるね。げ、こいつ何者だ。ミート A とか。のごろうくんに変わってるし。おお、ここでまあ体力が減ってくれるのは全然いいか。さてさて、変化1枚。サナちゃん、これだったらちょっとやっぱりデートを消化しないとね。これで4回目でしょ。1回しか余裕がないからね。デルナちゃん、カラデートがあるんだよね。あるとはいえ7月の4週でデートを終わらせるか。うおー、ここに来て。そうか、吸血をしないといけないのか。吸血しとこう。吸血して4ターン、7月の4週であれだ。じゃあもうしょうがない、これは。ちなみにさ、今回アプリでさ、なんかセカンドブラッドみたいな感じで強化されてるじゃないですか。バンプって前回1回強化されてたんですかね。もうやってない期間があるからね、そういうの分かんないんですよね。太平楽もさ、実はアプリではもう3回強化されてるみたいですね。俺全然やってなかったけど。キレ取っとくか。まあ敏捷ポイントあるんで。クロスキャノンね、やっぱりクロファイがないと無理だよな。みずきちゃんね、ポーカーフェイスがね、野球マン2号本当に邪魔。共に傷の手入れられてるし、やべ。あとダンジョンがいつ出るかだよね。次天空が来るのかダンジョンが来るのか。こいつ強くね。角田くんかスミタくんかちょっとよくわかんないけど、まあ、天空中央が来たら天空中央が来たで全力で虹谷を引きに行くんですけど、まあ、ダンジョンが来たらね、長く楽しめるんで。てか何点取られて何本ヒット打たれてんだよこいつ。まあ、全部ヒット俺が打たれたとは限らないけどさ。被安打13とか自責点4。お出かけしましょう。ここはおとなしくで、緩急は掴んであるんで変幻自在を取っていきましょう。たくさんの努力が必要と。まあ、これもね、絶対2で掴めるっていうところがいいっすよね。まあ、3にはならないけど1にもならないと。強化。全然刺激をうまく使えなかったな。ダブルタックが1回起こったくらい。能力アップで変化球がマジしょぼいな。変幻自在を取っておきましょう。あとなんか、いや、クロスキャノン何が足りない。変化球ポイント85も使うんだ。
やべ、先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で、やべ、うわぁ、シュートか。第2球、しかも絶不調じゃねえか、やべ。こいつは開いてこう、おとなしく。おお、かっこいい。これでツーアウト。あ、出た出た出た。一塁二塁変わりません。ストレートはボール。第2球、インサイドスプリットはちょっとね。投球はこれから3球目。あ、しまった。掴んでこれで3アウト。チャンスを潰してしまった。先制のチャンスです。ツーアウトランナー2塁という初球を打ちました。センター前よし、一本一本丁寧につなげていこう。下位打線だからね。なおもチャンスです。初球を打った。オッケーオッケー。この試合初の得点が入りました。まだ一応投げるか。初球から打ってった。ヒット。北村ヒットを放ちました。お、森口くん。いいね。こいつが一番張ってんのか。足も速いし。あれバンプってこんな強かったっけ、モブキャラ。投げた。ちょっと待って、打てない。バッター追い込まれました。第4球を投げた。外角。おお、際どい。平行カウント。入ってくる、入っておかない。フルカウント。ランナー一斉にスタート。スタート、いけーい。おお、ギリギリ。右バッターボックスは2番やべ、今日は三振とレフトフライ。投球これから2球目。どうだ、よーし。でこいつ、これでもこいつあれか、3番か。昇格が出てきた。ランナー2塁という場面で内藤、完全に外れた。ボール、はっきりしたボール球。第2球、シュートはもう際どいね。2ボール、投げた、打った。オッケー、さすが内藤さん。おお、今回抑えたかって思ったら2点取られた。多分2失点して重野に交代したな。自責点2。で、コツ、ルナちゃんワンタックか。変化球ポイント少ないからな、どうしよう。ルナちゃんあれなんでね、30いくつ、40、スタミナも合わせるとやっぱりコツの方がいいよね。強奪か、絶対欲しいコツあったっけ。クロスファイヤーだ。みずきちゃんいたら最後強奪しちゃおっかな。経験点に換算するとコツを掴んでおいた方がいいかもしれないからね。まあ、ただそれも全てはこの試合を勝ってから。超尻上がりか。いやー、もしかしたら強奪で取れるかもしれないからね、残しておこう。あ、井戸端出なかったね、そういえば。それは良かったな。これ井戸端出たらかなりきつかったね。うおー、4点取られた。しかも下位打線か。まあ、ホットだからね、なんとか打ち崩せるかな、下位打線でも。どうだ、ダメか。とりあえず犠牲フライ1本欲しいね。つなげよう。 OK、 よくやった。うわー、やってしまった。誰、あー、ツーアウトランナー二塁という場面で、はい、初球。よしよしよし。センター前クリーンヒット。右バッターボックスは。こいつもミートエアある。今日はセンターフライとフォアボール。初球外れ。なんだ、強くないか、このチーム。実は。ボール見送ってストライク。能力だけ見ると。一塁へ一つ牽制球を送りました。投げました。フォークはちょっとフォークは無理だな。第4球を投げました。インロー。これはボール。初球は外れてもカウント2ボール2ストライクです。よく見よう。ボールカウント3ボール2ストライク。第6球を一塁ランナー自動的に。おら、どうだ、打った当たりはセンター下がり。よし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 。1点返しました。石田。さて、こ7、8、9が弱いのか。打ちました、初球打ち、やった。とりあえず同点には追いつきました。左バッターボックスは8番茂木、今日は三振とライトへの犠牲フライ。茂木くんもね、パワー C あるっちゃあるんだけどな。どうしてもミートがね G だからね。こいつ元気だな。さっきデッドボール食らった割には。投げました、外ボール、カウント1ボール1ストライク。投げた、打った。よしよしよし、ヒット。北村タイムリー、逆転完了。あとはでかい森口くん。ボール、ここはよく選びました。
第2球投げた、カットボールか、ちょっと見送ろう。第3球を投げた、打ちました、オーケー、いいね、バンプ強いよ。バンプ2回戦を見事と、あれ俺投げ切った、見えるかな顔がみんな多いんだけど。実績点4で一応投げ切ったっぽいな。さてじゃあ最後はちょっと吸血しましょう。できればな、みずきちゃんとな、立川あたりが重なっていてくれると嬉しいけど。うわー、みずきちゃんここにいるか、どうする、かけるか。これでしげのからなんかもらうコツあったっけ。多分ね、上にいる人の方がねコツレベル高いんだよね、もらうときって。あー、まあもらえることを祈ろう。みずきちゃんコツをくれ、頼む、クロファイ、よっしゃー、ありがとう。円卓か、まだアーサーはねエクスカリバー持ってないんで、これもチャンスでいいでしょう。もう取れるものは取る。まずはクロスキャノン。それでもさあれか、まあ、全体を通すと96とか55とか、結構使うね、しょうがない。超尻上がりも取ろう。あとはまあ、コントロールが上げられる。精神が若干余ってるけど、闘志、いやポーカーフェイスのまんまでいっか。とりあえずこれリア、球速とか遅っ、全体的に弱いな。バップはやっぱりね、アヘがはまらないとちょっと無理だね。来たーこいつ。ワンアウトランナー二塁という場面で角田くんか。ネクストバッターサークルに控えているのは内藤。投げた、ボール大きく外れました。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げた、ほら角田、やばいだろこいつの強さ、すげえ取られてんな。ほんと失点多いよな。小西くんもなんかいけそうだな、このボールだったら。小西、今日の第1打席はスイングアウト、丸があるからね。投げました、低めボールがかすった、ボール球を打ってしまった。12本打たれてるよ人。ここはなんとか追いつきたい。やべえ、相変わらずやる気ねえな。いい当たり取って、これで3アウト。最後下位打線からか。一応これアーサー多分打つと変わるな。もう2球目も外していきます。第3球、もうだってピッチャーは俺じゃないよね、どう考えても変わってるよね。4球目投げました、インコース低めいっぱいストライク。ここは1球見送ります。投げました、外れてフォアボール、これでルビが埋まりました。代打を出してきた。あ、まだ俺投げてた、もしや北垣君とか弱っ。初球これゲッツだ悲しすぎる。さてドラフトは一応3位か。いやー、まあ登録はしないけどね、一応中継ぎにしておきますか。まあ、一応エピローグで2人から経験点もらえますね。あ、尻上がり、ここでコツもらえたんだっけ。そういえば忘れてた。あ、ちょっと待って待って待って、なんて言ってんの。あ、独立リーグに行くって話ね。なるほどなるほど。技術ポイントいっぱいくれんか、伸びくれんだね。まあ、ちょっと経験点5000とか悲しい数値だったけど、一応取れる金得くらいは取って、だいぶ取ったか。
左キラーね、まあ、とりあえずまあ上げられるのは上げられるんですけど、まあ、こいつは別に登録しないんで、一応サナちゃんですね。まあどうだろうね、もう絶対欲しいっていう感じもしないですね。まあ持ってなくても別にいいかなっていう感じかな。あのルナちゃん使った時はね、やっぱりね、お強えってね思いましたね。もうデートでの経験点とかね、選手兼彼女キャラで変化球っていうね、本当に使いやすいキャラだったんで、まあ、めっちゃ欲しいなっていうね印象はあって、で、まあ、今回のねサナちゃんガチャでルナちゃんをね無事手に入れることができたんで、まあ、むしろそっちの方が収穫があったかなというわけで、まあサナちゃんね、どうだろうね、左キラー、まあ、貴重なコツではあるので、まあ、左キラーが欲しい時には入れてもいいかなっていうくらいの印象ですかね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。